え、してない？何にも当たってない。何にも当たってない、2。うそー。クーガーから行くんだよね。はい、クーガーから行きましょう、はい。ネクストミッション。はい。変身！1999個の技を持つ男、古代ユースケ。彼が得た2000番目の技は、人の笑顔を守るための力となる。ですね。そうですね。はい。ズゴアマグ来るって。ズゴマグ。あ、ズゴマグ。間違えてる？行こう。世界を回り、1999個の技を持つという冒険家、はい、古代ユースケは、はい、古代の異物アークルを体に取り込んでしまい、取り込んでたね、白い姿にその身を変えられるようになる。はい、グローイングホームだね、最初は。人を守ることを決意するユウスケ。そう、2000番目の技がコウモリのような怪人が現れ、なるほど、人々を次々に殺害する。ユウスケはあの教会だよ、教会のシーン、あの燃やした怪人の末、燃え盛る教会へ飛び込んだ。見ててください、俺の変身のあそこですよ。戦う力に変えた名シーンが生まれた場所。かっこいいわ、シンプルでかっこいい。ほんまにライダーの紹介押します。はい、デンライナー。おお、あれ教会のとこじゃない？教会のシーンですね。すごいじゃん、そのままや。え、見ないでください、あ、俺の変身、あ、名ゼリフ。おお、すごい。ほら、徐々に変化していく。そしてマイティフォーム、そう、戦う覚悟ができたから赤いクーガーになった。すごいね。じゃあこれめっちゃ燃えてるけどな。テレビで見た時より、バズビクーガー、あ、ちゃんとしゃ、振りが出てるんだね、これ。貴様がクーガーになる、クーガーか、教えてもらうんね、うん、そうそう、もうめっちゃ再現されてる、ね、詳しくは2話を見てください。やばいぞ。はい、いきなり戦いだ、ズ・ゴーマグを撃破せよ。わかったわかった、任せて、ボタンを適当に押せばいいという。違うけどね。違う、俺がなんとかします。はい、フォームが変えれる、ペガサスフォームで、R1 って書いてるから、タイタンフォームに変えたりとかして戦ってください。これすごい強いんだけど、何ボタンで HS だよね。ちゃんとグロングが喋ってる、喋ってるね。さあ、タイタンフォーム、ドラゴンフォーム、ペガサスフォーム、3つありますね。そうですね、もう最初から、まあ、ゲームなんで変われるようになってますけど、はい、変わってもらえませんか。変わるのかがわからなくて、何ボタンで変わる、逃げますか。なんでなんでなんでバイク乗った。すごいすごい、なんでバイク乗った。教会内でなぜバイク乗った。おお後ろ来るよ、来るよ、ゴーマが。降りたい降りたい、よいしょ、よっこいしょ、ギャー、操作ボタン、ボタンで、あ、なんか落ちた。はい、タイタンフォーム。わー、すごい早くね、タイタンフォーム。こんな早かったっけ。サソリザ、サソリザじゃない、とどめだって言われて、はい、マイティ、ドラゴン、ごめんって、めっちゃ怒ってる。あー、すごいすごいすごい、かっこいい、ドラゴンロッド、あ、ロッドいいじゃん。ロッドはいいですね。いや、な、匂いのするやつだ。いい匂いすると思うけどな。おお、これタイタンフォームですね。ちょっとじゃあ1個ずれるんだ、遅い。ちょっと遅い、やっぱりドラゴンに比べたらちょっと遅いかな。もっと劇中では遅い感じありますけどね、タイタンフォーム。ずっとやられてるけど大丈夫。そうはね、あ、ロックオンしてないからかな。こうか、決まった。あれ使う、違う、わざわざ、違う違う違う、お、ペガサスフォーム、ちょっと全部の技見せてください。はい、どう？1個も当たってないけど。え、普通に当たってるよ。来た来たよ。うわ、あ、もうアルティメットなんだな、必殺技、うん、いないよね。結局当たってないよね、いつも通りな。かっこよかったのに。あさっての方向向かうやつやめてもらっていいですか、そろそろ。ターゲットしてるんだけどな、めっちゃ強い私。ほら、アルティメット強いな、うん、それは強いわ。コンボがすごい入るよ。あ、当たってない、当たってない、許してくれって。やっぱり死んじゃう。タイタンフォームいいんじゃないですか。タイタンフォーム多分防御力強いんじゃないですか。これですか。よいしょ、強いね、一発が引き寄らせるじゃん、ちょっと。本当だ、来た、これでハマったんですよ、多分最後。ロックオンしてるか。してるな。え、してない、何にも当たってない、何にも当たってない、2。嘘、本当に。
フィニッシュだ。オッケー。 R3 だ。 R3 だって。押してる。 R3 決まった。あーすごい強かったな私。勝てた勝てた。すごい戦いの内容がひどい。冒険頑張ります。頑張ろう頑張ろう。おーちゃんと続く。かっこいい。いやD ですよ山山さん。え A じゃないの。これは本当に怒られますよ。えこれイージーモードじゃないの。これ本当に怒られますよいろんな人が。どうしよう。あでもフィギュアもらったよかった。はい、じゃあネクストミッションですね。はい、救援。ズゴーマグがゴーマグはズゴーマグは怪しげに立ち上がり再びクーガに襲いかかる。ピンチに陥るクーガを救出し共にズゴーマグを撃破せよ。任せて。救援ですね。2回目なんで。あどうしよう。あこの3人しかいない。でも一番まだ解放されているのもこっちですね。そうですね、ドライブいいんじゃないですか。言ってもらうしかない。さっきだって弱かったから。再びまだ戦ってんだねここでね。ゴーマグと。あ倒したんじゃなかったの。しかもここどこだ。おっと場所変わった。教会ではない。あやばい、クーガがピンチだ。あ助けに行かなきゃ。ボソグどこどこ。ボソグ倒したはずのズ・ゴーマグが復活しクーガに再び襲いかかる。至急クーガを救援せよ。任せて任せて。そうだよ、前もクーガだったらやっぱり負けちゃうよね。そうだよね。そうだよね、じゃないよ。そんなのやった。オッケーオッケー。シフトが来た。オッケー。おーみんなそう気をつけて。いいね。おーいいじゃん、痛いから気をつけろ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。痛いから気をつけろっていう技じゃないんですよ。どうやって外すんだっけ。痛いから気をつけろよ。よしこれでいこう。はいタイヤ交換。マシブモンスター。こいつは暴れるぞ。暴れてる暴れてる。あいい感じな。こいつでくる。何また変えちゃった。なんかまた変えちゃったね。で山本さん前の時にあのやってなかったですけど多分これでシフトワイルドを選択して、はい、はい、これタイプワイルドになりますし、シフトテクニックを選択して R1 を長押しすることで、すごいじゃん。変わりますね。攻撃方法も変わっていきます。すごい変身できるじゃん。だからこのフォームチェンジも駆使して戦ってください。どうしよう難しい。はい、マップ見てください。クーガがピンチなのでこっちですね。はい、あ今そのお茶だな。ちょっと降りよう、ごめんなさい。無駄に呼び出される。うわすごいすごい。え待って R1 を長押し呼んじゃおうな。ちょバックしちゃったし。それね R1 じゃなくて L1 です。あそうなんだ。 R1 ってこっちか。 OK。 あれ乗ってるよ。 R ってライトなんで右なんす。知ってた。降りてよ早く。 R で降りてよ。じゃあ押すよ。はい押すよ。そうそうワイルド、タイプワイルド。かっこいい。必殺技とタイプチェンジを駆使して戦ってください、はい、ロイミュードと。焦ないな。マップでも見るわ。マップ見てるけどな。上に上がる。こっちか。はい、真ん中マップ真ん中で、まあ、ボスと多分クーガーが戦っているんですが、封鎖されてるんだよね。だから大回りしていく感じなんだけど上の部分光ってますよね、はい、まずそこに向かいましょう。こっち行けないんですよね。行けないんですよ。やっぱ倒すしかないのかな。いや違います。そこ右側行ってください。ちょっとマップをだから行けないでしょそこ。だから封鎖されてるから、うん、こここうこう登ってね。ここか。そうですね、ここから登って。登れた。宝箱を壊しつつですね。いろいろありますか。箱があったあった。あれ欲しい。開けよ。あ取った。体力を回復した。これも。そうですね、そういうのはフィギュアとか。ここも登れるのかな。よく分からんけど。よいしょ。登れないっぽいな。ジャンプもしてないのに。ジャンプ。あすごい登れるじゃん。でこっちに行けばいいんじゃないの。わっ湧いた。はい、150体倒せ、はい、敵増援部隊が出現。オッケー。かっこよく倒してください。はい、ね、この創生の魅力を存分に戦いで伝えてください山本さん。よし。おーかっこいい。オッケー。すごい浮かんでるよみんなが。いなくなっちゃった全員。スピードには自信がある。一回終わっちゃった、うん、すごいね。
すごい。マップでその点滅してるところでね、敵増援部隊が出てくるので、それを倒しながら進んでいけば、ボスのところに行けると思います。こっちも用意しよう。行くぞ。行くぞ。よっしゃ。行くぜ。シフトかチェンジ。もうミッドナイトシャドウ入って入った、ね、そう、それで戦ってください。戦ってくださいよ。押してるんだ、押してるんだけど、みんなが戦ってくるんだよ。オッケー。ちょっとあの山本さん、はい、あまりこう創世のこう無双的な魅力があまり伝わってないと思うんですよ僕。頑張ってもらって。185コンボは叩き出してますけど。地味かな。結構ボコボコにされてますよ。なんでなんだろう。あ、なんだよ、ほら。もうどう？わー、すごい、ほら。どう？上手？調子いいって、ほら。優先は優しいな。優しい、優しい。でまだまだ倒さないといけないんだよね。もうどんどん増えてきたよ。インベスがいっぱい。200体ですから、あと85体。あ、いけてます、いけてます、いけてます。何が？もういっぱいいるところにもう突っ込んでいただいたらもう倒せるんで。分かった。バイバイ。バイバイって言ったよ。見た？やられてますよ。これでいけた。はい、200体撃破。で、ここでやっと会える。解けましたね、はい、通行止めが解除されたんで。違うよ、逆向いてるやん。私ずっと赤いと赤とオレンジ見てた。違うやん、それボスって書いてるやん。あなた青やん。ああ、そうか、間違えてたわ。嘘やろ。ほんとずっとなんかおかしいなと。ここや、うん、俺もなんかおかしいなと思ってた、うん、ずっと。大丈夫か。やっともうだいぶ待たしたな、クーが、ね、かわいそうに。ここからさ、結構このウォーマきつかったと思いますけど。もう一個変身したじゃん。どうやってするの、もう一個。さっき二個変身してたじゃん。シフトワイルドになる。そう、 R1 長押しですよ。長押しなんやね、分かった。で、ボスはあのバリアみたいなのをまとってるので、まずもうガンガン攻撃してバリアを破壊しちゃってください。分かった。よっしゃ。おー、すごい仲良し。じゃあ必殺技使わない方がいい。まあお好きにハマってるんで使ってもよかったのかな、ちょっと忘れたけど。まあ乗る必要はないですよね。何ボタンだ。よし、来た。多分ターゲットになってた、多分ね。いくよ。なってた、なってた。あれ、だいたいかわされましたね。かわしてた今。はい、マリアが溶けたんじゃないかな。これで、ダメージが入ります。入ってますね。はい、入ってます。このバリアシステムがどうなんだろうっていう話は当初ありましたけどね。バリア消してください、頑張って。ガードも併用してね。よかった。あと相手の攻撃ガードできるものはガードして、で、隙をついて攻撃してください。知りません。私死にそうだよね。どうしよう。一緒に行きますよ。よし、これでいける。当たってる？え、当たってないの？これ遠距離じゃないの？あ、いけた。これではめれるの？はめてるでしょ、私。手を貸して、手を貸して。これで終わるから、これで。早く早く。ひどい。早く早く。今のうち、今のうち。ひどい。早く早く。正義の味方にあるまじきひどさ。赤、切れた。赤、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 言ったやん。だからさっきやらないと。クーガにダメ出しすんじゃないよ。めっちゃ危ない。オッケー。バリアの色がだんだん変わっていくんで、あのダメージを与えてると、それも目安にしてもらえるといいかなと思いますね、はい、いい感じに、いい感じに。あ、端っこ来た、端っこ来た。得意な端っこ。え、ダメなの。もうちょっとだね。もうちょっとでバリア割れるんじゃない？気をつけろって言った。クーガがピンチだ。無理をするな。そう、無理をするなだよ。先輩だけどね、無理をするなって結構言ってるけど。大先輩ですよ、クーガ。許してくれって言ってる。本当だ。もう最後だ。よっしゃ。フィニッシュ。よし、フィニッシュだ。よし。決まった。なんかあんまり決まってる感がないんだよね、いつも。そう、だそんなことない。大丈夫かな、創生の面白さ伝わってるこれ。伝わってる。まだあるみたいだな。え、まだあるの？終わったじゃん今。
すごい早く終わったね。おっせ。やれやれ助かった。おっせの。俺は悪と戦う。そうだね。警察官として。でも動画ではガッツガッツ切るけど、おっせーの。疲れちゃった。切っちゃった。D。これが物語ってるよ。D が物語ってるよ。おかしいな。でもどんどんやるよ。あ、なんペガサスフォームもらった。はい。じゃあ早くなるの？あ、はい。クーガで遊べるようになりました。よかった。はい、これでクーガが解放されましたね。なんか全部 D とかだよね。そうですね、 C か D しかないです。はい、おかしいね。おかしくないわ。ラクスネーション、天使の覚醒。無駄だ。おかしいな。もうラストですよ、フィニッシュ。よし、決まった。ちょっとアングル悪いんじゃないかな。違うって、一回降りて箱があった。ほら、あ、何取ったの今あの人が。びっくりした今、アギト取られたよね。